はい、どうもキャッチです。なんかの公正取引委員会がね、ネットフリックスとかの動画配信サービスを視聴できるスマートテレビが搭載しているね、基本ソフトについて実態調査を進めるって形で、おすすめの表示とかで競争に影響が出てないかを調べるようですね。まあ、Google とか Amazon が提供しているテレビ OS でプライムビデオとかね、まあ、そういったサービスに流れやすくしてないかとか、まあ、そういったことをチェックってことですけどね。まあ、その前にね、することがあるだろうって感じですね。消費者に不利益が生じたりとか、独占禁止法の問題がないかってことだけどね。NHK はね、めちゃくちゃこの独占しまくってますよね。ただまあ NHK の受信料に関しては、国が決めたことで変えたかったらね、現在の放送法の64条を変更する必要があるってことですね。でまあ高市大臣は安倍政権で総務大臣として最長の任期を務めましたけども、放送法64条に関しては、まあ、問題がないねっていうことで、何もね、解釈を変更しようとしなかったわけですね。でまあ、放送法4条の第2項に関しては解釈変更して自民党にね、不利な報道をしたら即電波停止しますよって形で、まあ、それをね、できるように解釈変更を行ったって形で国会で発表したわけですね。まあ、いろいろとまあ発言がね、捏造とかそういったことよりも問題が多いですね。まあ、ちなみにまあ虎ノ門ニュースがね、またこの始まったみたいですね。今のところは、まあ、帰ってきた虎ノ門ニュースってことで、今のところはね、スタッフとかも少なくて週1放送ってことでね、金曜だけみたいです。1週目は武田恒也さんとケント・ギルバートさんでした。まあ、メンバーシップとかね、スポンサーが増えたら曜日が増えるようですね。 MC は変わっていました。まあ、ちなみにね、百田直樹さんとかはどうなるかと思ったらね、いきなり帰ってきた虎ノ門ニュースに文句を言ってました。ケント・ギルバートさんがアメリカのね、大統領選挙でアメリカの選挙は正しいって形で主張を変えたから批判してたんでね、まあ、喧嘩してるみたいですね。まあ、金曜日の放送っていうのもね、もともとの金曜日のメンバーは参政党の武田邦彦さんだったりとか須田慎一郎さんでしたからね。須田慎一郎さんも昔はね、安倍晋三さんの宗教についても切り込んでましたからね。まあ、ちなみにこの有本香里さんは何もね、コメントしていませんでした。チャンネル登録者は100万人いましたけども、84万6千人に減っていました。ただまあ政治のニュースでね、コメントが荒れるんで、コメントはオフにしていました。まあ、今後ね、どうなっていきますかね。まあ、ちなみに今日はスパイの話題とか、小林よしのりさんの漫画のね、ゴーマリズム宣言の話題とか、久志様が東京大学推薦へ、友のね、研究の話題とか、小室圭を救いたいってね、訴えている頼もしい男の話題とかも扱いながらやっていこうと思います。TikTok のバイトダンスが、まあ、スパイ疑惑っていうことで、州 CEO がアメリカの議会のね、公聴会に呼ばれたようですね。ただまあ特にね、決定的な証拠は出てこなかったようですね。まあ、これまでも何度かね、報道されましたけども、まあ、はっきりとした証拠はないようですね。バイトダンスの TikTok は世界でね、一番ダウンロードされているアプリみたいですね。アメリカだけでも毎月ね、1億5000万人の人がね、使っているようですね。なんかこのアメリカ企業へ買収されたのかと思ったら、そうでもないようですね。まだ確定しているわけじゃなくて、アメリカ企業へ売却をするか、アメリカ国内での使用禁止っていうことでしたけども、現在はね、アメリカの企業のオラクルという会社が厳しくね、管理をしているってことでなっているようですね。TikTok が新しい会社を作って、その会社の社長がアメリカ政府に報告を行うということで義務付けていてね、まあ、それを管理しているのがオラクルで、全ての利用者のデータを管理しているということですね。まあ、アメリカに比べるとね、日本はこのスパイし放題ですけどね。中国人スパイは世界各国でいるようですけども、特にね、日本ではスパイをしやすいようですね。サイバー攻撃とかでスパイとか、太陽光パネルのね、製造情報とかもアメリカは盗まれたりとかしているようですね。まあ、中国にはね、組織的なハッキング集団がいて、偽装メールとかもその一つだったりとかするようですけども、そういったところにね、各国のスパイが情報を提供したりとかしているようですね。まあ、その中にこの中国人留学生とかもいるようです。まあ、無意識的にね、情報を提供している留学生の人も多いようですけどね。昔はこの不法滞在者として逮捕されるまで、まあ、稼ごうってする人が多かったけども、今はね、いかにこの日本に定着して目立たずに稼いでね、必要な情報を得るかっていう活動の方が主体みたいですね。昔はこの密航が主流だったけども、今ではね、偽装結婚とか成りすましてね、合法滞在を狙っているようですね。日本でスパイ活動がしやすいのは、まあ、通名がね、使えるからみたいですね。本名を隠して日本で潜伏できるということですね。だからまあ通名をね、30回以上変更している中国人とかもいるようですね。まあ、自民党政権はね、親中議員も多いし、親米議員も多いしね、海外には忖度しまくりで、結果としてスパイし放題な国になっているようですね。出生率も低下しているから、自然とね、外国人も増えてくるでしょうね。北海道のスキー場周辺とか、一部の地域とかではね、徐々に外国人が主体の地域が増えていってね、日本とかも変わっていくかもわからないですね。出生率はね、もうこの今更増やしてもすでに20年ぐらいは働き手が減少していくことが確定してますからね。移民は受け入れなければいけないんだろうけども、自民党はね、やる気ゼロだしね、立憲民主党とかも中国とかね、韓国寄りだし、維新も統一教会とズブズブですからね。フォロワーが多い芸能人だらけになった方がまだマシかもわからないですね。
変に名前だけね売れてる人とかは危険だけども、フォロワーが多い人っていうのは自分のフォロワーはね減らしたくないだろうから、まあ、そんなねめちゃくちゃなことはできないでしょうからね。まあ、ちなみに今週の小林よしのりさんの漫画のねゴーマリズム宣言では、男系男子のリアルな反撃っていうことで男の稽古の話題でね、男系派には統一教会が混じってるけども、まあ、伝統っていう言葉にね弱いから、月刊花田とかもね男系が伝統と言っておけば、まあ、すごく簡単で納得しちゃうってことですね。それでまあ岸田政権での有識者会議の報告書で男系維持は確定してるってことですね。愛子様が結婚しても皇族のままするけどもね、天皇にはなれないってことですね。現在の有識者会議の報告書では久しさまでの流れっていうのは揺るがせって形になってるわけですね。ただまあ皇位継承に関する有識者会議の報告書は2つあるということですね。小泉政権の時に出した報告書と岸田政権の時に出された報告書ですね。それでまあ岸田政権の時の報告書と小泉政権の時の報告書では全くね内容が違っているということですね。小泉政権の時の報告書と岸田政権の時の報告書で大きな違いとしては、小泉政権ではね報告書の冒頭に問題の所在っていう項目があって、岸田政権ではね現在の皇室の構成では早くに皇位継承資格者が不在となる恐れがありと書かれているわけですね。まあ、それでね小泉政権の報告書には、将来にわたって安定的な皇位の継承を可能にするための制度を早急に構築することは現在の我が国にとって避けて通ることのできない重大な課題であると明記しているわけですね。ただまあ岸田政権の報告書にはそういった項目がないということですね。まあ、どこに問題があるのか分からずに書いているということですね。現在の上皇様がビデオメッセージでね、象徴天皇の務めが途切れることなく安定的に続いていくことは一重に念じって形で願われたわけですね。ただまあこれがね令和の報告書で、まあ、これがねリアルよっていう形で終わっていました。まあ、確かにね現状の有識者会議の報告書では問題だらけですけども、まあ、この報告書ではね受け入れられないのが分かっていて進められないということですけども、どうなりますかね。まあ、ちなみにね、マッコさんの複雑性 PTSD は嘘だよって形で言ってね、話題になった精神科医の和田秀樹さんですけども、受験についてね、記事を書いていました。学校歴はね、何のためにあるのかっていうことで、昨年大学入学共通テスト会場になった東京大学農学部の正門前で、高校2年生の生徒が高校3年生の受験生の男女2人とね、通りがかりの72歳の男性を切りつけたわけですね。なんか相手ね、東京大学農学部っていうのが久しさまとの関係を疑ってしまいますけども、まあ、この犯人はね東海高校で偏差値73の進学校でした。それでね来年は東京大学を受験するって形でわめきながら犯行に及んだようですね。まあ、医者になるために東大を目指したみたいですけども、2年生の段階で東京大学が無理だって形で自信をなくしてね、まあ、それだったらこの人を殺して罪悪感を背負って切腹しようって形で思ったみたいですね。まあ、東海大学はね医学部合格実績が日本一だったみたいですね。2021年度の実績では国立大学の医学部に400人中93人でね、私立大学の医学部は86人の合格者を出していたみたいですね。まあ、まさにこの医学部を目指す学校って感じですね。まあ、報道だったらね中の下の成績だったみたいですけども、東京大学とか国立とかにねこだわらなかったら十分いけたわけですね。まあ、ちなみにね学歴っていうのは基本的に義務教育を卒業とか高卒とかね大卒とか大学院卒とか、まあ、そういったことを学歴って形で言うわけですね。だからまあ東京大学とか早稲田大学を卒業っていうのは学歴じゃなくて学校歴っていうのが正式なね呼び方みたいですね。まあ、ちなみにこの現在の上皇様で天皇陛下の時にね手術をしたのは日大卒の天野先生だったみたいですね。以前は東大卒の学校歴がとかねそういったことがあったみたいですけども、今はね自分の学校を出た人間を教授にって形の動きが強まってきていてね、腕がいい人が教授になりやすくなってみたいですね。2004年から医師臨床研修制度が導入されて、関連病院をたくさんね持っている東大とかがそれまでは有利でしたけども、まあ、この制度が導入されると好きなところで研修ができるようになってね、まあ、東大の医局に入るのも難易度が落ちたみたいですね。だからまあ東大の医学部にこだわる必要はないということですね。まあ、そう考えるとね久石様も研究者を目指してるわけだから、東京大学なんて全然こだわらなくてねいいし、学歴じゃなくて学校歴にこだわっている時点で学力が足りないということですね。もうこの学力じゃなくてね人格が大事だよってことが分かってないんでしょうね。アクシマ家の改修工事にもね総額50億円が使われてますけども、まあ、それをねアクシマ家のイメージ回復に使えば簡単にね将来の天皇は久石様だって形で世論を作り上げることができるんですけどね。侍ジャパンが優勝して話題になりましたけども、もうあのぐらいね活躍する選手になると収入じゃなくて普通はね名誉とかもあるんだろうけども、そういう人はね何かに貢献したいって形になったりしてるみたいですね。大谷翔平選手も京都にある会社とコラボしたねジュエリーの売り上げの一部を小児がん患者の支援団体に寄付で、準々決勝のねボールボーイは小児がんの子供だったみたいですね。さらにまあダルビッシュもね一生ごとに故郷の子供福祉基金に10万円寄付とか、まあ、それぞれの形で寄付をしたいとかねしてる人が多いようですね。まあ、そういう人はねわざわざこのアピールはしないし、まあ、最初はね報道とかされるかもわからないけども、継続してもねわざわざ報道されることもないし、それでもそういった活動を続けてるわけですね。
マチャミクのエトセトラジャパンさんのブログに久石様の東京大学推薦へまともろな研究について書かれてましたね。アクシン様は令和元年の誕生日会見からね、日差し様のトンボに関する研究の話題とかを出していたということで、やっぱりね、トンボでこの推薦とかを狙ってるんだろうということですね。東京大学へ推薦って形になったら、みんなが知っている大きな賞を受賞しないとアピールとしては厳しいだろうということですね。まあ、そこでね、トンボの分野で賞を受賞するとなると、日本学生科学賞を狙ってるんだろうということですね。そこで改めてね、トンボで大丈夫なのかってことですね。東京大学推薦だから2年生で賞を受賞しておかないと3年生ではね推薦に間に合わないわけですね。まあそれでね、今年の日本学生科学賞の応募期間まであと半年を切ったってことですね。まあこのチャンネルでも扱いましたけども、ウスバキトンボじゃないかってことですね。 NHK のダーウィンが来たの番組とかでも取り上げたことで、市町村単位でもね乗り出したところがあるってことですね。まあそれがね、長野市にもあるっていうことで、まあ久石様がね、長野に何度も行かれてる情報っていうのはね、好きってことにしたりとか、トンボの調査にもねできるってことですね。下手にまあバレエとかだったら授業とかでねバレる恐れがあるけども、スキーだったらねバレませんよね。そしてまあトンボとかも研究とかで使われるということで、まあ、長野はね好都合なんでしょうね。まあ、ちなみにね、長野には人工内耳とか場面緘黙症の医師とかもいるってことで、まあ、どちらかの可能性も高いわけですね。まあ一つ言えることはね、長野県でスキーとかトンボとかの研究をしている姿を見た国民は誰一人いないということですね。国民からは空気のように存在感がないのかわからないですけども、とにかくね、小笠原諸島に行ってたくさんの人に見送られた設定になってるけども、実は誰もね、お前のことなんて見てなかったよと言わんばかりにね、情報が全く出てこないわけですね。トンボの研究に関してはね、まずこの一人で調査は無理だっていうことで、グループで調査をしないといけないみたいですけども、当然まあそうなってくるとね、トンボに詳しい大人とかもね関わってくるだろうから、研究結果を出した時にもね、大人もね手を出しただろうって形で疑われてしまうわけですね。まあ、ちなみに協力者は赤トンボ先生だけに限らずね、ブータンとか小笠原諸島とかで関わった人の可能性もあるってことでね、小笠原諸島ではね、グリーンフラッシュの嘘がバレてしまいましたからね。自分の感想が全くなくてね、ほとんどがガイドブック的な作文でしたよね。今回は作文ではね無理なんで、きっちりしたね論文とか研究結果を出さなければいけませんけども、久石様にとってはね、どんな一年になりますかね。締め切り期限直前に久石様の誕生日ってことで、まあ、今年のね誕生日のお気持ちには注目ですね。まあ、ちなみにね、ダーウィンが来たと関係してるかわかんないですけども、ウスバキトンボ全国調査っていうウェブサイトもあって、 17,281 羽のウスバキトンボのマーキングがされて、まあ、どれだけね戻ってくるかっていうことで、まあ、そのね調査結果とかもあるようですけども、再捕獲されたのが76羽みたいですね。まあ、これだけね大規模に調査をしても再捕獲はほぼできてなくてね、調査結果としては移動経路とかもほとんどね分からずに、謎が多いっていう報告書しか作れないわけですね。まあそれだったらね、賞を受賞するのは無理だろうってことですね。まあ、大勢の大人が協力してもなかなかね分かんないってことで言うことですけども、まあ、東京大学でね行かせるんだったら、何が何でもね賞を受賞させないといけないから、まあ、なんでね賞を受賞させるかってことですね。ただマクシャン様はね、久石様が前回の調査で確認されてなかった何種類ものねトンボを発見したって形で誕生日会見で述べてるんでね、まあ、その調査結果かもわからないですね。赤坂御用地でもね調査されたりとかしてるようですけども、場所が場所だけにね時間も限られてるし、前回は3年間で16日しか調査がされてないって形でね、まあ、初夏この発見されてないトンボとかを見つけても何もね珍しいことはないってことですけども、まあ、それはね大げさにして賞を受賞する可能性もあるってことですね。まあ、久石様とね、愛子様の入学式の様子とかも、ファッションとかの記事でね、書かれてましたけども、改めて見ると、久石様の幼稚園からね、高校まで、一度もね、入学式の看板の前で撮影されてないんですよね。久石様の小学校入学式は晴れてるのにね、あえてこの日陰で撮影していたから、まあ、暗くなってましたね。晴れてるのにね、わざわざこの日陰で撮影しなくてもね、入学式の看板があるところで撮影したらいいんですけどね。入学式とはね、別日に、やっぱりまあ毎回ね、撮影されてたんですかね。まあ、ちなみに愛子様は幼稚園以外は毎回ね入学式って形で書かれた看板の前で撮影されていました。まあ、ちなみに、ね、岸谷五郎さんとプリンセスプリンセスのボーカルだった奥井かおりさんが結婚してね子供がいたんですけども、その子供の話にね小室圭が登場して笑っちゃいました。ファンの間ではねチビーゴって形で呼ばれていて、岸谷かおりさんの子供の頃をチビーゴって形で呼んでたみたいですね。まあ、完全にね親が金持ちで失敗例って感じでしたけども、まあ、そのね大失敗の息子さんですけども、ニュースポスト7では高学歴を勝ち取った息子さんって形で紹介されていました。幼稚園からね受験を経験して中学校都内の超名門私立に受かったけども脱落したようですね。親がバンドでカリスマのボーカルでもあるから、息子さんも中学時代にはねバンド活動をしていたみたいですね。だからまあ付属高校へ内部進学とかもできなかったみたいです。岸谷香織さんもね、高校中退で学歴コンプレックスがあって、子供にはね、同じ思いをさせたくないから、大学まで一貫の学校へ行かせようって形にしたわけですね。まあどうもこれがね、早稲田みたいですね。まあそれでこのバンド活動が忙しかったのかというとね、まあそうでもなくて、スマホゲームにかまって、1日10時間以上ね、ゲームをしてたみたいですね。
まあ、それでも1年生からね、学校から呼び出されて、学年再開までね、成績が落ちて不登校気味だったみたいですね。まあ、学校も登校中に山手線をね、2、3周して登校しても、保健室で引きこもってたみたいですね。まあ、それで母親の岸谷香織さんから、あんたね、命がもったいないよって形で怒られてね、中学3年生の時にフィリピンの学校に5週間語学留学するようですね。まあ、それで、ね、まあ、高校へ内部進学を諦めて、アメリカの高校に留学したみたいです。まあ、ニューヨークの、ね、高校に進学をしてからは勉強するようになってね、1日16時間勉強したようですね。まあ、それでね、ニュージャージー州の名門高校に入ったようです。まあ、そこからね、小室圭の行っていたフォーダム大学へ合格したようです。で、まあ、フォーダム大学にはね、進学せずに浪人して勉強して、イギリスとイタリアの大学とね、ニューヨーク大学に合格したようです。まあ、それでね、イタリアのボッコニ大学を選んだようです。でもね、ボッコニ大学に席を置いたまま帰国をしてね、YouTuber として活動しているようです。まあ、当然ね、授業には出てないから、単位を取れずにセレブな動画ばかりね、アップしているようですね。まあ、ちなみにね、中学時代にはスマホの課金に月間2、30万使ったみたいですね。アメリカの高校は1校目はね、年間1000万で、2校目は800万ほどかかったみたいですね。まあ、ちなみにこの政治家になりたいとも言っているようです。まあ、ちょっと前まではね、フォーダム大学に合格をしたから、小室圭を救いたいといった動画がバズったみたいですね。まあ、小室圭がね、不合格だった頃ですね。まあ、ちなみに趣味はね、オフパコと語っていて、経験人数は200人を超えているようですね。まあ、そんなやつにね、小室圭を救いたいって形で、なんか笑っちゃいましたけどね。金髪ロン毛で、プチピアスで、ベロとかもね、ピアスを開けていました。ちなみにチャンネル名はね、ゆのき帝国です。YouTuber を目指しているので、2021年の8月から開始をして、チャンネル登録者が1万人ぐらいで、動画数が41本で、いくつかね、動画とかを削除したようですけども、まあ、そんなレベルでね、YouTuber は無理ですね。何をするにしても圧倒的にね、努力が足りないんでしょうね。でもアメリカからね、東京大学へ帰国子女の入試テスト枠で受けていて、一次試験に1600点満点中、1500点あれば結構ね、良くて、1450点あれば、まあ、ギリギリって形のラインでね、1410点あったようです。まあ、それでね、何かがないと受からないけども、謎の自信で受けてね、落ちたと言ってたんで、まあ、それがね、本当だったら、まあ、結構ね、頭は賢いのかもわからないですね。まあ、他にもね、スタンフォード大学を受けたりとか、息子さんもね、学校歴のコンプレックスなんかもわからないですね。まあ、そもそもね、これまで英語しか習ってないはずなのにね、イタリアの大学を選んでる時点でなんか怪しいですけどね。で、まあ彼の場合はね、誰もね、傷つけてないから、まあ、頑張ってね、小室圭を救ってあげてほしいですね。まあ、ちなみに小室圭はね、ネタであげたとか言ってましたけども、まあ、それでね、バズったんで YouTuber になるとかして思ったんかもわからないですね。まあ、ただね、税金は使ってないし、親がね、金持ちだから、親の金でね、贅沢ができるんだろうけども、他の動画ではね、中には親のおかげで何もしなくても、人生勝ち組みたいなやつが、俺の周りにもいるけども、みたいな感じで、まあ、自分がね、まるでこの恵まれてない家庭で育ったみたいな発言もしてたんで、ちょっとまあ笑っちゃいました。ある意味ね、小室圭とは会話が合うかもわからないですね。喋ってる内容はしっかりしてそうですけども、やってることとね、矛盾してるんで、まあ、そのギャップが面白いから本気でね、何かのこの打ち込めば、両親は有名人だしね、どうにでもなると思いますけどね。まあ、税金を使わずに誰にもね、迷惑をかけてなかったら、まあ、頑張れよって感じで応援できるけどもね、やっぱりまあ税金で贅沢をしたりとか、悪いことをする人たちはみんな裁かれないといけませんね。あなたは誰が最初に逮捕されると思いますか？このチャンネルでは国会図書館とかで古い記事とかを取り寄せて、まあ、他のチャンネルではね、見れないような情報とかも扱っているので、まあ、こんな記事を扱ってほしいっていうのもあったらね、コメントをお願いします。まあ、そして良ければね、チャンネル登録とベルマークをクリックをして、まあ、通知の設定の方もしておいてくださいね。